浦松厚生は、江戸時代中期から後期にかけての公家、夕食古実家。内大臣、唐妻三江の伊豆を、浦松増三の養子。法名は、片前、浦松屋五代当主。思想家、竹内隆持と往来があり、法暦事件に連座し、江戸幕府の木に触れ遠慮という処分を受け2年後、所老と称し出資いたさざることとの差で栄痴教、命ぜられ、出家させられた。 30年の実居生活の間に大大図交渉を表した。天明八年大理が消失し、その再建にあたり、その著者の交渉を参考とすることとなり、その功により、直命により赦面される。交渉として、錦式後は銀10枚を貸しされた。明治24年、14位を追贈された。当初は総14冊。構成については、 10冊程度を合冊しひとまとめにしているものなどを著作者が書巻について検討を加えておらず、現存の伝本の冊数構成はまちまちである。天明八年上司、完成九年朝廷に献上。藤原定官も助力したという、古実総書書集、造廷古実総書書集、大大理研究の第一の書、平安系左右領系の区画制度、理休、 石棺の屋敷台などから書き始めて、大大理工内の初電者に関して綱を上げ、目を分かち、小津球器を掲げて冷笑し詳しく解説する。長道院の付録として、大上宮に関する交渉を載せ、失神殿、清涼殿の付録として、両殿のの長道を記すなど、関係事項を網羅し、すこぶる良い周到である。ちょうど観光された年に発生した、天命の大火により、 皇居が炎上したが、完成2年、心臓大理が、個性に服することができたのは、後世の功績が絶大であった。ただし、大大理図など一部に不備な点があり、天保年間に、これを惜しんだ、終わり藩主、徳川成友の命を受けた、内藤博前によって補定が行われている。また、橋本義則は、後世の努力を認めつつも、 彼があまりにも多くの古今の書籍を参照してしまったために、大事の歴史的変遷という視点が欠落してしまい、結果的にかつてどの時点においても実在したことのない、大図ができてしまったと批判している。田尻リ編、増意所見伝造法番上、特使増衣年表 P6、朝廷に、裏、松高生本人が献上した書籍は、30巻50冊で、筆とともに、 区内庁所領部に活用されている。橋本義則、古代旧都の代理構造 ISBN978 から4から 642024815P1 から2。ありがとうございます。